ホーム。停車中の列車は月の木方面行き駅前にある国鉄丸森線開通記念の関日丸森駅は宮城県行く郡丸森町間矢沢山,山田にある阿武熊急行線の駅である。国鉄丸森線時代及び阿武熊急行転換後もしばらくの間は月の木駅からの線路の終点であった。なお、当駅は東北地方で最も遅く最終列車が到着する。 駅である。丸森駅は1968年4月1日、国鉄丸森線の駅として開業した。丸森線は月の家駅から福島駅まで計画されていた路線だが、この時は月の家駅から丸森駅までの部分開業であり、丸森駅は終着駅だった。丸森線の一番列車はディーゼル機関車牽引の6両編成客車による、 丸森6時23分発仙台駅であり、この列車の出発には、丸森町長や国鉄仙台鉄道管理局の関係者、丸森町立館山小学校の小敵隊、駅周辺の住人約700人が集まって、祝福した。本来、東京方面駅が上り、青森方面駅が下りだが、国鉄時代は丸森駅が終点だったために、 丸森線においては月の木方面に向かう列車が上り、列車となっていた。部分開業に止まった丸森線は利用者が少なく、国鉄再建の一環で1981年に、他のいくつかの路線と共に特定地方交通線に指定され、国鉄線としては廃止されることになった。沿線の自治体はこれを第三セクター鉄道として存続させることに決め、 1986年7月に丸森駅は丸森線を継承する阿武熊急行の駅となった。その後、1988年7月には丸森駅から福島駅までの残っていた区間が開通した。島式ホーム一面二線を有する地上駅で、駅本屋とは構内踏切で連絡している。折り返し列車が設定されている。上り列車は上り、折り、 両本線に進入できるが、下り列車は下り本線にしか進入できない。ただし、いずれの本線からも福島、月の企業方向に進出することができる。上り本線の福島方に保守用車用の保守基地線がある。かつては夜間対泊も行われていたが、2010年12月4日のダイヤ改正にて廃止となった。社員配置駅、出札窓口、 自動券売機、トイレ、待合所が駅舎内に置かれている。窓口閉鎖時間帯はホームへは夜間専用通路を通ることになる。自動券売機は第1日に限りフリーキップ購入者がほとんどなので稼働を停止する。売店は幾度かの開閉設の後、2016年頃に閉店し、設備は撤去されている。2017年4月、 駅舎の福島側に丸森移住、定住サポートセンターが町庁舎から移転をオープンした。当駅は丸森町の中心部から約 1km ほど北側に離れている。丸森町は水と緑の輝く町をキャッチフレーズにしている。丸森市街地は丸森町民バスに乗り換え、ありがとうございます。